の白ひげねまあ、僕の個人的な感想で強いか強くないか話していきます、まあ、結論から言うと、まあ、どこが強いかって言われてやっぱステータス面ですよね、まあ、体力もあってで攻撃力もあり、えー、なおあの回復力もゼロではないしマイナスでもないからその面にいってステータス要因であと必殺技が全体攻撃防御効果無視だからそれは俺強いなと思いました だから、バリア、ちょいバリアみたいな。いるじゃないですか。ハロウィンの、ハロウィンイベントで出てきた、あれですよ。あの、おもちゃにするやつ。<laughs> やべえ、名前覚えてないな。まあ、あいつがなんかね、周りの敵までタップタイミング、あれ3なんですよね。タップタイミングじゃない、ごめんなさい。えー、っと、タップバリア3なんですよ。なんで、まあ、 パーフェクトで成功する。もしくはグレート成功すれば絶対貫通できるけど、めんどくさいよねっていう話。だから、最初の1ターンではぜ1人しか攻撃ができないっていう。その1人のラストアタックにかける。で、1回でも失敗したらダメみたいな。まあ、で防御力も高かった。防御効果無視の、防御効果を無視しての、 100倍ダメージって意外に俺は強い気がするよね。ザコを一掃するたびには俺全然十分だと思います。やっぱ、あのー、やっぱ強かったんですよね。やっぱミホークのあれも。でももうちょっと倍率150倍くらいにしてほしかったなっていうのはあるけどね。うん。<laughs> だってさ、いや、そんな強くないしな。で、でも何がやべえかっていうと、あの、 あれなんだね。攻撃倍率が、あの、白ひげより強えっていうね。恐ろしさはあるよね。白ひげより強いって意味わかんないしね。いや、なんでフェスゲンより強くないのでもフェスゲンの方が強いんですよ。やっぱり、常時1.75倍だし、30%以下で3倍きっちり入れるんですけど、多分今回のってなんか、HP1 とかじゃないと3.25倍出ないんですよ。だから、から全員に攻撃倍率がかかるクロコダイルみたいな感じで、で 体力1.35倍だから、まあ、あれですよね。白ひげ戦必須ですよね。白ひげの船が必須になってくるんじゃないかな。相性が良くないしね、普通に。だから、スキルとかで HP1 ギリギリにスキルするスキル。でも、一ミなんで、で一ミのスロット影響倍はやっぱきついな。うん。スロット影響っていうのは大体できるんですよ。ドフラミンゴだって全員スロット影響倍になるんですよね。 スロット影響を倍にされるより、一ミの攻撃力を2倍とかの方がそれは嬉しいけど、そんなんやったらぶっ壊れキャラになるからね。うん。で、海外の決戦レイリー、一ミの攻撃、1ターンの間1.75っていうぶっ壊れ性能だからね。やべえよ、一ミの攻撃1.75で、あとは意外にその、スロット影響を倍にするやつとか、スロット影響1.75倍って、何々タイプのっていうのじゃないのもいっぱいいるんですよ、意外にね。いるんですよ。 だから強えめっちゃ決戦レイリーはねまあそんな強いの出してくるはずないですけどね日本のが、うん、強すぎでしょレイリー1.75倍ってねやばくないだって考えてみてよ若レイリー1.75倍ってやばいからね普通に、うん、大体1.751.75火力とかでやっちゃえば うん、で、まあ、船長の倍率が3倍以上でも、もうすごい総ダメージになるしね。あと全員の、まあ、スロット次第だけど。<laughs> うん。まあ、話脱線したな。強いか強くないかって言われたら、でも、あのー、でもな、メンバーでしか使わないかな。でも、多分なんか、使う時は来るけど、結構クローと向けっていうか、まず、 これなんかね、スキルが必須になるし、道中多分無理だよ、これ。道中突破できないもん、こんな。だから HP20%、10%以下くらいの状態を保たなきゃいけない、ね。それでスキルで HP1 にするとかじゃないとダメでしょあーこれが30%、まあ、これ10%以下ならまだいいんだよ。まだまだ。10%だったら多分体力がなんだ、まあまあ、もう合計で1.35で、あれ。 あのー、白ひげ線ね。もう名前覚えてないから。白ひげ線でやったら、まだいたい合計体力が適当に。あまあ、ちょっと待って。まあ、2万ないけど。2万は言い過ぎだなまはあ、1万8000くらいあった。×1.35 は。×1.4 は。えー、あ、4500か。それでも4500か。まあ。 アルティメイトナイ度だったら、ま、どの攻撃も受けられないけど、うーん、でもな、強くないな。やっぱ30%以下の白ひげの方がやっぱ全然強いよ。やっぱり。うん。だってやっぱ30%以下っていうのは、HP1 だったら、どんな攻撃、どんな追撃、どんな割合ダメージ食らっても死ぬからね。割合ダメージ食らっても1だったら死ぬんすよ。恐ろしいことにね。 HP2 くらいにしなきゃダメなんだよね。割合ダメージだと死ぬんだよな、なんか。割合でも絶対1くらいようになってるから。ドゥー,ーって死ぬから。割合追撃ダメージとかで死ぬんですよね。恐ろしいことに。なんか、残るじゃないですか。こうやって。シキンってあの、能力解放で、稀に HP が1で耐えきるよ、みたいな時があった場合とかでも、次の追撃、ドゥードゥーって落ちちゃいますからね。手も足も出ない。 いや、でもね、強い。いや、でもやっぱその防御効果むしろ全体100倍ダメージは重宝すると思います。普通に。それは使えます。それのためだけでもいいかな。で、あと普通にね、条件においては、キャベンディッシュより強いからね。キャベンディッシュのスキルより。キャベンディッシュが2.25でスロット影響1.5倍とかだったっけな。で、あとスロット固定とかだから、まあ強いけど。まあじゃあこれはなんか、 キャベンディッシュが強くなななる予兆なのかなうーん <laughs> あーまあねちょっとなんか超進化戦国もなんかねもう影薄いしな俺の中ではいやー超進化 <laughs> ああでもなんかねやっぱその前回のミホークがぶっ壊れ性能すぎたっていうのあるよね強すぎだもんあれミホークだって普通にフェス限級のランキング最強キャラランキングとかでも全然上位いけちゃうもん だってさ、まずスロットエ、あの、スロットじゃない、船長がエンハンス持ってるってだけで、エンハンス枠が一つなくなるんですよ。これってすごいんだ。うん。でもね、意外に斬撃タイプの攻撃力上げるのってあんまいない気がすんだよね。配布で1.5倍はいますよ。あの、なんか大乱戦、大乱戦のなんか、ルフィとかの大乱戦だっけな時に配布されたゾロ、カラカサの剣士、ゾロ。まあ、あれ結構強いですけどね。まあ、僕はその、 全然何もしない。斬撃タイプ強化っていうのが、えー、1.75倍以上のっていうのは条件付きのあいつがいるんです。条件付きだと、あいつ、ヘルメッポ。ヘルメッポが、コロシアムヘルメッポが条件付きで HP5000 以下の時なんですけど、あんま使いづらいですよね。調整とかめんどくさいしね。あで、そこであいつを使えばいいんだよ。あのー、あいつ。 あいつ名前なんだっけなね、いるじゃん。その、いるじゃん。わかんないね。えー、っと、ネコマムシ軍、ネコマムシの方の、種族性の剣士の方いるじゃん、あいつ。あれ、あいつはなんだっけな、ね。まあ、あれ、うん。あいつが、効果で HP1 にしてくれるから、まあ、それを使えばいけるけど、まあ、その分、2個。いらなかったはずのスロット影響がいらなきゃいけないから、結構めんどくさい。 その分、こういうルゴングメンが半応あ、それ使えばいいのか。あれでも、白髭なぁ、あんま強くないな。前回のミホーク強くしすぎたのはあるよね。あれ取らなかったって俺、マジで正解だった。ほんと強え。マジで、アルティメット難易度も楽々だもん。うん サボだって余裕でしょサボめっちゃ、サボは、あのー、あ、ダメですよってやってくるわけじゃん。あのー、え、ね、なんだっけ、何してくんだっけな、サボは。スロットエンハンス、スロットエンハンスじゃなくて、チェーン係数半減みたいなことしてくるんじゃん。それ2.75固定できるでしょ。バチクソ強いし、マジで有利属性だしね。もうサボのために作られたっていうくらいの強さあるよね。 ジョージ2.5倍でしょまあ、そんな高いとは言えないけど、でも強い。やっぱ、あるとないと全然違うじゃん。やっぱり、ログルフィーとかだと、ログルフィーとか、血、まあ、戦サボの成長効果だって、ね。いや、でも3.5倍強いよ。普通。強すぎでしょ。強え。だって、それが、無課金じゃないけどね。ほぼなんか5連回して当たるフェスゲームみたいな感じ。うん。 大体魔法石だっけ魔法石じゃねえ。<laughs> 虹の宝石30個くらいあれば、あれはできたから、まあ、ほぼ10連確定みたいなやつだけどね。いやー、でもねー、ほんと暇人だったら余裕だよね。時間ない人はほんとに、ね。意外に簡単だったけど、でもね、俺なんで簡単だったかっていうと、 そう新世界リーグじゃなかったんだよ、俺。グランドイ、グランドラインリーグだったの。で、グランドラインリーグだと難易度収まってんの。HP もあんま上がんねえし、敵キャラもの HP も少ないからめっちゃ楽なんだよ。だけど俺、新世界リーグに上がっちゃったから。うん、でも白ひげ欲しいな。うん、意外に欲しい。俺欲しいな、白ひげでも欲しいよ、やっぱ。 うん、普通にだ強いんだもん、白ひげでもな。うーんって感じでね。調整してきた感じだよね。だってまずさ、まず、あれでしょステータスがさ、ミホークに負けてんじゃん。白ひげの名を汚してるよね。トレジャークルーズ運営は。完全に。白ひげの名を汚してる。これは、本当に。に。ミホークより弱いんだもん。まあ、一味ではあるけど、 一味3 2 5倍ってバケモンだよ確かにバケモンだけどさじゃあ次であれなんすかねなんか若白ひげとかでなんか体力が少なければなるほど打突タイプの攻撃力が最大で4.5倍とか出んのかねそんな化け物バ化け物攻撃力が <laughs> まだ上のステップがあるぜとか言って4.5倍とかぶっ飛びすぎだろ まずは4.25倍があれだろ4.01倍があ,ーあれなんですよねルッチあのー、怪物ルッチっていう即ルッチですよ即、まあ、ルッチフェスゲンの即ルッチの方ですいやーでもなー欲しいな白ひげやっぱ、うん、強いもん普通 うわ、潜在能力ゴミじゃん。え潜在能力ゴミじゃねこれ、被ダメージ時攻撃上昇なんかいらねえよ、そんなん。やりますけどね、ぐちぐち言っても。も俺、やだな、新世界リーグ、やだな。 またガチャ引けっていうのかなお一応斬撃トレジャーミホーク入ってるよかったーうまいもんたち読んでるぜ食えば食うほどあふれるパワーここで取り込んちゃっちゃうっていうねうん

ガッツリガッツリガッツ、どんな夢も食える。ということで、長々と話しましたけど、あ、違う違う違う、違う,違う,違うステータス見るんだった。一応俺ね、わたあめ持ってないんですよ。もう本当ザコトリックラーだからさ、持ってねえんだ。ステータス見るよ。えー、待って待って、ちょ、え、ちょい、ステータス固定なのほぼ。 まず攻撃力1595負けてるでしょミホークにで体力はほんのちょっと100しか勝ってないでしょで回復力なぜかねちょっと2 0 2十1 4違うな17勝ってる、うん、微妙だなまあ結論から言いますとミホークは強い 白ひげね、うまくいけばずっと3.25倍で周回できるわけでしょやろうと思えば。HP1 にするだけのやつとか出ないかな一ミの HP を1にするターン5みたいな、ね。そんな面白いスキルのやつ出ないかなデメリット効果だけみたいなで。減少率の1倍よっていう、なんかそんなやつ出ねえかな ?HP を1にするだけで。 必殺ターン五ターンくらいでやればできるっしょ。うんあ黒,えー、黒ひげ戦乗るでしょ。あ黒ひげ戦で特訓の森黒ひげか。いや、結構きついな。まあ、三ターンで必殺短縮三で三でーマ二ターン目くらいには、まあ、出せる。強い。ということで、次回の動画で会いましょう。次回ってなんだ。 まあ白ひげ俺トレジャークルーズ大好きなんてやりましたけどやっぱその調整入れてきたなっていうのありますよねやっぱ前回のミホークぶっ壊れ性能すぎなんですよ、うん、だってまあ単純に言えばあれですようんとルフィの残撃劣化版って感じですよギアフォースとかのギアフォース自由ルフィレッドホークルフィの劣化版って感じですけど残撃タイプで でも、残劣、あの、劣化版と言いながら、船長がエンハンス持ってるんでね。強いっすよ。で、全体攻撃持ちと。あんまりなんかね、俺はあんま見ないです。その、ボスが、そのね、あの、ボスが、あれ、と、バリア持ちっていうのはよくあるんですけど、意外にない時もあるからね。その、ザコがバリアっていうのは、 割りやすいバリアの時くらいだからね。あ、もうやばい。喉カラカラになったからおしまい。